それじゃあ今日はソナセラフィンで録画開始開始なんかやってる開始開始やばい1スキ貯めてくんの忘れた忘れていくやり直したい。じゃあ3取っちゃおっかな。ういあのセクシーだよ。なんだこのレーズ、ね、なんだこいつ。ソラカのスキル本家と違って避けやすすぎ。そうなの。うん、避けれ避けれるけど避けれるけど、なんだろう、そのもう射程外に入るっていうのしかない基本。でもこっちデカ級あるよ。あれなんでなんだっけ。3回回復効果をやるとデカ級になるんだっけ。そうそうそう、デカ級一番避けれんか。全部デカ級みたいな感じだね、ぶっちゃけ。最近マジで、まあ、でも W で HP 減らないとかいう意味わかんない仕様になってますから、ね、それはそう。本当にそう仕様な、意味がわかりません。は、うん、まだ外したんだよ。受ける、え、受ける、早く CC 入れてよ先に。いや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 、オートアタック待たないと。もう今打つかなと思って打っちゃったもんね。射程がね、射程があるからね。いいね、イグナイト届かなかった。まだ欲しい、買ってきます。買います。無限回復じゃないで、これは俺ちょっと今回はね涙いこうかなと思ってますよ。うわぁ、切ってね、それ涙でちょっと絶対いらないだろう。いやいやいや、絶対マナブーツでいいだろう。いやいやいや、オラフが突っ込んでくるだろ俺に。知らないのかこの人。いや俺やっぱね、スキルヘイスを愛す人間としては正直住みたい。キルヘイスター、キルヘイスター、あれアイオニアブーツにしようかなこの試合。アイオニアシスターズする。うん、アイオニアシスターズでいいんじゃね。俺はまあアイオニアだけど、アイオニアオティティ、ナイス。ダメ、ツイッチ殴ってもらっちがうかね。これな、いつ殺すだよ。殺されないようにして。ごめん、オラフ来てるよ、はい、オラコ、うわーん、こんな勢いある感じ。勢いありすぎだろこいつ。勢いすご、勢いすごいなお前。アイオニアにしよう。勢いすご、アイオニアの方がなんかちょっと深くね。まあマナ行くならもうアイオニア行くしかないみたいな。うん、いやてかこんだけスキルヘイストバクバクでやっぱダブリ上げしようかなこの試合は。なんで俺ソナなんだよ。じゃあサポート2体かな。いやだからそう、ダブルサポートシステムよ要するに。避けてるよ、また。いやいやいや、味方を勝たせる動き今回は。まあ信用していく、はい、信用していく。俺たちに足りないものって信用、そう、そうよ、人を信じる心が。俺じゃあアイオニア入れてくるよ。なんかオラ来たら終わったわ。大丈夫か。あ、惜しい。信じれそう人。あんまり信じてない。あんまり信じてない。もうダブリ上げます。でもダブリ、チェンダブリガチ回復しないからな、ローヘルじゃないと。2人でやっぱり2人で回復よ、回復シスターズよ。でもソナセラフィーンが唯一のカウンターってオラフだと思うんだ俺。オラフはきつい、きついけどきつくないみたいなとこある。いやきついよ、イグナイト入れたら殺せんじゃね。うん、はい、ナイス。オラフいね、気のせい。なんかラグで壁に埋まりそう。なんかやばいやばい、何これ何これ、ラグすぎ、何これ
あ、ステップできないんだけど。吸い込まれたわ、壁に。これだ。赤ピン。赤ピンで吸い込まれました。キモすぎ。この前もあったわ、これ、マジで。サーバー行かれてる、今。アップデート入れすぎて壊れてるわ、多分。壊れちゃった。うん。アップデートゆっくりして、もう。ハーモニックエコー行こうかな。俺と一緒。うん。お揃いにするか。ありじゃない。あれ、俺と同じビルドにする。じゃあ。ヨネ最強にしようぜ。ヨネルシアンを最強にしてみよう。うん、最強にしてみようの企画で。最強にするか。やっぱ、普通、同じビルドやってもさ、つまらんじゃん。いや、フローウォーターとアージェントセンサー分ける。あー。まあ、あり。ハーモニックエコーの後最強にするにはやっぱちゃんと一旦殺す一旦殺すってか俺は全然寄る気なかったわ、うん、最強にするとか言って楽しいそっかこいつ殺すうん、あり下がりやがる下、上買ってねうん、うん全ダメージ全然足りなくてダメージ足んねえダメージどこねえまあビルドがねいやダメージは味方にいるそう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 、うん、俺ら別にダメージじゃねえから回復回復見せたりした忘れてたもうルーデン行くしかないよなルーデンじゃないかシャッタードクイーンブラウン行けばいいかルーデンが甘えてるわガチでちょっともうビルドパス的にシャッタードクイーンブラウンだけ積んであとサポート行こういやそれハーモニックエコーいけるよそうそうハーモニックエコー行くかじゃあ。行ける。ダブルハーモニックエコーシステムで、うん、まずは回復。味方めっちゃ回復するよ、うん。相手がもし阻害積まなかったらおしまいよ。うめやろ。空かを超えようとしてる俺らは今。こいつ気合入ってんだよな。マナがねえ俺。暗くね？一旦。これ作りな。オッケー。強化ダブル回せるよ。うん。なんか来た。あぶねえ。隠れていいよ。ちなみに俺はもうマナが。俺もちょっと、エチがない。これまでしかない。よしよし。ヨネと一緒に動きたい。ね。3個1になろうぜ。ロスチャップアイテムって結構多いんだな。多い。めっちゃある。死にまーす。ヨネ CS 食っていいぞ。うん、いや CS は食うよ俺が。さすがに。ああ食う、ね。俺たちワード、俺がワード置かないからオラフが一生来てる気づけないのか。うん。また来てるぞ。ただこっちにはね兄貴がいるんだよ。そういうことなの。ヨネの兄貴がいる。ごめん、ヨネの兄貴のキル取っちゃった。ついていきます。兄貴一緒にタワーどうですか？兄貴はファイトしたいらしい。ではプッシュしたい。俺の W 使えば、いつでも強化 W っていうのか。そうそうそう。運動一発。それがマジでさ、地味にいいよね。こ、うん、なセラフィン、その。W だけであれになるの、まあ、マジでいいわ。そうそう。いいかな。おい、ムンド前。ムンド勝てねえぞ、俺たち。絶対。なんのか俺たちは絶対勝てねえぞ、お前に。兄貴が追いかけてるけど。兄貴についてく頭全部。兄貴回復してます。うん。兄貴回復させます。兄貴のために。の兄貴を最強に。ボットに行かないかんこれさすがに。めんどくせえ。あ、ルシアンの兄貴。任せてください。回復させます。ああもう最強や。ヒールは任せてください。はい、最強です。おお、これ信頼できるな、ヨネの兄貴。うん、いやヨネの兄貴かなり信頼できる。この二ドラでね、もう進化を発揮する。よっしゃ WW。こういてピクミンだから俺ら。任せろー。
俺たちが全部回復させてやるからな。うん、いいぞ、突っ込んで戻ってこればすぐだから。兄貴一致がファンタスティックだから合わせんのむずい。ちょっと兄貴むずいっす。ちょっと兄貴の戻りを。兄貴回復あります。任せてください。どう回復しますか。エンゲージできます兄貴。俺たちなんかいるぞ、そこいるぞいるぞ。大丈夫、うん、回復する。回復する。あ、もう一個この人。兄貴任せてください。そんな兄貴サイレンスの兄貴。あ、もうちょっとスネアも入れますから兄貴。あ、じゃあ兄貴、兄貴じゃないやつ追っかけてた俺ら。俺兄貴にフラッシュで合わせたから今。兄貴一人で3人のとこ行ったから。だからめっちゃ負けてね。うん、まあまあドラゴン取れない。兄貴がいるってことは負けてない。マナがきつい。大丈夫な。いや、兄貴はムンドのカウンター。めっちゃ回復する。うわっ、やばいトーマシア。このオラフとかいうキャラマジで誰かぶん殴ってくれ。ソラカがうざそう。めっちゃサイレンスされてる。いいよ、いけんのか、やれんのかお前。ダマゲがあんまやれないかこいつ。ちょ、兄貴についていくべきだったな。うん、兄貴 OTT。通りに来てます。はい。俺はディフェンス最強です。やばい。消えた。兄貴。助けて兄貴。兄貴行け。兄そっちや。兄貴に合わせろ。兄貴のキル取っちゃった。兄貴バロンできる。兄貴行け。CC合わせるぞ兄貴。兄貴ナイスー。よしいいよ。俺マナないよ、ちなみにもう全く。マナ。あ、フルーツ。フルーツをこっそりと割れ。よくして、はい、兄貴。回復をお届けします。届けます。はい、ダブリュー。かっこよく。怖い。危ない。取られたかと思った。兄貴、一緒に帰ろう。で、俺これここで積むのはリバイバルエンチャント。このでフローウォータースタッフ行くか。じゃあ俺、アーリンチ戦最高。いいね、楽しい。こういうのもまた一強だね。うん、兄貴頑張って。こいつって兄貴かな。こいつ110、こいつ、まあ、ちょっと信じてみるか。まだまあちょっと兄貴になれそうな。うん、死んでないやろお前を。知らんない兄貴。やばい。大丈夫。ちょっと回復足んないみたいなとこあるか。イグナイト入れようか。お、いいよ。いいじゃん。知らんない。あ、大丈夫。俺たちが絶対に一気でさせる。うわー、うわ。強すぎ。必死な感じから目にしろ。よし。ウルトさえなければ。大丈夫だ。あ、帰ってきた。兄貴、会いたかったよ。兄貴が必要だ。兄貴大丈夫か。兄貴のために。うわ、任せる、俺が止める。うわ、ナイス。なんかやれそうじゃね。やれてる。よし。兄貴自分だ。バロンでかなりの成果を得た。うん、フロータースタッフ入るわ。もらっていいやつこれ。うん、いいよ。もう一回何行こうかな。いい、まあクラウントができた。あ、阻害お外ばらまくか、とりあえず。お外行って、
兄貴やろうとしてる。男見せようとしてる。待って、帝国はこれ。ありありあり。ありだね。こいつもネクスト兄貴としてついてってやろう。ネクスト兄貴。行け、ネクスト兄貴。バリアごついぞー。自前のバリアを持ってきてるよ、兄貴。ごっつごつだ。強化ダブリを俺は回す。ここでまずは忍ぶ。忍ぶ。うん。さすがにちょっと一回没頭してくるわ。うん。兄貴も一旦ファームの、あ、兄貴？兄貴、いやいや、気にするな、兄貴だぞ。まあ、確かに確かに。信じろ、兄貴を信じろ。兄貴、ジャングル湧いてるからジャングル狩るよ、クソが。いやいや言い過ぎ。クソがよ、マジ。普通俺のファームだろ、考えろよ。ちょちょちょ、危ねえ。マジで、こういうやつがおるからさ、なんかさ、育たんのよ。こっちが尽くしてやってるからって調子乗んなよ、普通に。調子乗りすぎ。なんて言わないよ、さすがに。そんなこと思ってない。ビッグダンですからね。思ってね。いいね、人に尽くすってのもまたなんか悪くないもんだ。ガンガン行くね。うん。いやね、じゃあチビ兄貴いるやん、俺ら。あ、チビ兄貴。チビ兄貴いる。チビ兄貴ついてきてる。チビ兄貴行くよー。チャ兄貴。チビ兄貴行くよー。チビ兄貴が飲んできつい。チビ兄貴きついか。お。デカ兄貴は、うん、デカ兄貴おるやん。デカ兄貴やってるやってる。デカ兄貴が。ためじゃなくて根気。いい使ったよ、だってデカ兄貴。デカ兄貴の。いい感じ。デカ兄貴。うわ。ボリアごっつ。お、走っていった。これすごいの決まるんじゃ、あ、決まらんか、もう。思ったよりだったな。いいじゃん、いいじゃん。チームいい、チームいい。チームいい、チームいいよ。はい、グナイト入れてあげて。はい、グナイト入れてあげて。届かないであげて。終わった、エンド。いや、こっちの方が兄貴だったかもな。こっち兄貴やな。いや、バリアエグいな。フューチャーの前に負ける気しなかったね。ねえ、これ見てごらん。これは負ける気しない。大体あれ持ってないかったのかな、誰も。オケアノスか。ね、確かに絶対でもオケアノスがあるからちょっと渋いな。ランクでもね、やっぱね、みんな積まないのよね、あれ。うん。お前が詰めよ精神だから。お前を切ったところで刺さる、これは。これさ、自分がどんぐらい味方にあれしたかとか見れるっけ？一応見れる。これだっけ？グーパンチのマーク。グーパン？うん。右下のグーパンマークの。おお、でも2万7000で。俺らでめっちゃ補って。俺らでめっちゃ補って。俺らだけでだからこう集団戦6万1000円1分増やしてあげたってことでしょ？そう、ヒールとシールドで。やば。こんだけあげたってことみたいな。いいね。ちなみに。この間普通のビルドやった時っていくつぐらいやったんやろ。それだけ見てみよう。普通のよりは高いんじゃない、さすがに。あ、もう全然レベル違う、レベル違うわ、うん、これあれセラフの分と、うん、ハーモニックエコーのヒールの分があるか。だって1500で、この間だって君が2万5000で俺1500。バリアはこれ関係ないのかな。バリア回復量だけじゃない、多分バリアだったら多分もっといくでしょ。1500はさすがにないでしょ。ヒールとバリア込み。マジ込みなんこれ、うん、自分の発動とお前ヒールシューズって書いてある。1500しかないんだ、普通のビルドだと。10 25倍ぐらいになったよ。ええやん。ということで、じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。